はい癒しの朗読やアリアです今回は山本修五郎作日本不動機より小指をお送りします山瀬平座風呂は極めておっとりした気質で藩の故障組で書き物版を務めていました平座風呂には方針癖があって失敗というほどではないが時々顔を赤くする場合があります 父の慎吾兵衛はそれをおおらかに笑っていましたが、母の直女には心痛の種で、自分の愛していた駒遣いの八重を彼につけることに決めたのでした。それでは最後までごゆっくりどうぞ。 日本不動機。小指。山本周五郎。一。今日はそんなものを着て行くのか。はい。駒遣いの八重は、のしめ朝上下を取り出していた。平三郎は、ぬーっと立ったまま、八重の手元を見守る。 彼にはなぜ礼服を着て行くかがわからない。何か今日は式日だったのか。いいえ、お式日ではございません。八重は礼服をきちんと揃える。それを脇へ直して扇箱を取る。蓋を開けて、やはり式用の白線を取り出し、それを礼服の上へ乗せる。 平三郎は八重の素ばしこい手の動きを見ている。少し寸の詰まった小さな可愛い手である。その右手の小指の第二関節のところが内側へ少し曲がっているのが彼の目を引く。それは娘たちが何かつまむときに小指だけ離して美しく曲げるあの手の筐体ほどの曲がり方である。 その指はどうかしたのかどれでございますかその右手の小指さ。まあ。八重は慌てたように片方の手でその指を隠す。これは生まれつきでございますの。いつぞや申し上げましたのに。それから揃えた礼服を引き寄せる。そこで平三郎は、 今来たばかりのつねぎの袴の紐を解こうとした。八重は驚いてそれはそのままで良いこと。礼服はハサミ箱へ入れて持って行くのだということを説明する。今日はお帰りに、カ島様へお寄りなさるのですから、お下がりの時これをお召し遊ばすのでございます。ああ、そうか。 平三郎はニコッと笑う。あれは今日だったのか。お墓はいけませんですよ。八重は若い主人を見上げて今しめるような微笑を見せる。いつもとは違うのでございますからね。そして膝ですり寄って平三郎の墓場の裾を揃え、軽くトンと下へ引き、膝を撫でてから、さあ、 よろしゅうございます。と言い、自分も礼服を抱えて立った。父のシンゴベはもう先に出資していた。母親とカフに送られて家を出た平三郎は、小馬場の西を回って行きながら、袴はいけない、とつぶやく。それから目を上げて空を見る。よく晴れた冬の朝で、 高い高い青空を何か知らぬ鳥が渡っている。彼はゆっくりとご宝庫の向こうにある自分の詰所へと歩いていった。平三郎は山瀬慎五兵衛の一人息子である。父は川越藩秋元家の中老。彼は古生組で書物番を務めていた。 父も虚偽の静かな温厚一方の人で、かつて怒ったり荒い声を立てたりしたことはないが、平三郎も同じように極めておっとりした気質を持っていた。ただ一つ彼には方針癖があって、失敗というほどではないが、時々顔を赤くする場合がある。もうかなり以前のことだが、朝着替えをしているとき、 手に袴を持って履こうとした形のまま途方に暮れてしまった。八重はその時まだ方向に来て早々だったが、馬鹿主人が袴を持ったまま呆然と考え込むのを見て、いかが遊ばしましたと聞いた。平三郎は、うーん、と言ってなおしばらく考えていたが、やがてやっぱりこうか。 とつぶやきながらようやく墓へ足を入れた。それからたくましいというよりふっくりしたと言いたい顔でニコッと笑った。今ちょっとこの袴のどっちを前にしたらいいかわからなくなってね。やっぱりこの板のある方が後ろだったよ。そして安心したように頷ういた。 これが八重の今しめた袴の起こりである。こういう類のことが随分あった。毎朝の出資の支度でも八重が着く以前にはよく間違いをした。紙入れの代わりに旅を懐中したり、扇子を忘れて文鎮を持って行ったり、のしめの上へ次紙下を着るなどという例がいくらもあった。彼は、 自分の放心癖は十八歳で書き物版を命ぜられてから始まったのだと信じている。平和な家庭に温かい父母の愛を受けて育った彼が世俗と縁の遠い書き物に没頭し始めたのだから放心癖になるのも自然だったかもしれない。父の信五兵衛は笑って、なに、人間はあのくらい抜けたところのある方がいいのだ。 そう言っていたが、母親の直女には心痛の種だった。そして、武家では不似合いなことだったが、自分が愛していた小間遣いの八重を彼につけることを決めたのであった。二。その日、平三郎は娘を見に行くことになっていた。父の友人で、安倍山城守の,の家臣に、 鹿島力という人がある。その力の中立ちで、同じ安倍家中の柴方サ内というものの娘をどうかと勧められていた。身分も都市格好も相応なので、母親がまず乗り気になり、父も平三郎も格別依存はなかった。それでぜひ一度当人を見に来るようにという先方の話から、 訪ねてゆく約束ができたのであった。平三郎は退室の時になると詰め所で礼服に着替え、友を連れて屋敷を出た。秋元邸は神田橋内にあり、安倍の神屋敷は外桜田で大した距離ではない。かつて二度ばかり訪ねたことのある鹿島家へまず行き、そこから力に伴われて柴方の住まいへ行った。 柴方さないは容認だと聞いていたが、一万六千石の家中にしては手広な建物で、庭も狭いながら凝ったものだった。客前通されて主人さないとしばらく話すうち、妻女が菓子を運び、ついで当の娘が茶の接待に出た。平三郎は初め出てきた妻女には注意したようだったが、 娘にはほとんど目を向けなかった。これは娘サナイでござる。とサナイが引き合わせた。ふつつかものだがお見知りをきください。平三郎は、はあと答えたがそちらへは向かなかった。娘は上気した表を伏せたまま、しかし落ち着いた優雅な身ごなしで茶の給仕をし、 一礼して静かに去った。この間にかなりの時があったのだが、彼の注意が娘の方に動いた様子はなかった。趣向が運ばれて、また娘が急児に出た。話は途切れがちだったが、席はいつか伸びやかに落ち着き、いかにもくつろいだ小坂森となった。けれども彼はやっぱり娘を見ようとはしなかった。 無視するという態度ではないが、ごく自然な無関心という風だった。こうして明かりが入ってから一時ほどして、力と平三郎とは芝片家を辞去した。家へ帰ると母親が待ちかねていて、気遣わしげに、どうでしたと聞いた。大変地層になりました。 平三郎はそう答えたきりである。直女は仕方なしにはっきり相手はどうだったのかと聞き返した。あなた、見ておいでなのでしょうええ、お母さんという人をよく拝見してきました。ご当人はどうなすったんですかもちろんいました。しかし、これはよく見ませんでしたよ。 どうしてご覧なさらなかったのだって、その娘さんを見にいらしたのでしょうそれはそうですが、平三郎は真面目に頷いた。しかし、お母さんという人が体操良さそうな方なので、この人の娘ならよかろうと思ったものですから。この言葉は母親の心を打ったと見え、直女の目が、ふっ と、うるみを帯びた。父のシンゴベえは、温和な笑いを目に浮かべながら、だがお前、母親をめとるわけではないだろう。親がよいからといって、その子がよいとは決まっていないぞ。それはそうですが、しかし、彼は信じられぬというように父を見た。私は母上が好きですし、 この母上があって私の今日があるのだと思いますから、それで大丈夫だと考えたのですがね。母上、と、シンゴベイは妻に笑いかけた。何かおごりますかナオジョは微笑した。泣かされた人のような微笑だった。それで、それを紛らかすように、わざと事務的な調子で言った。 それでは、あなたは来ていただいてもよいとお考えなのですね。いいと思います。鹿島が喜ぶだろう。シンゴベイはうなずきながらそう言った。だいぶ熱心に進めていたから、この家も賑やかになっていい。ヘイザブローは、そんなものかしらという顔をしていた。 その明る朝だった。出資の支度をしているとき、小間遣いの八重が、いよいよお決まりになりましたそうで、と問いかけた。平三郎は、うん、とうなずいた。八重の顔には、若い主人の幸福を喜ぶ色が溢れていた。何かでその喜びを表現したいようだった。 着替えの品を揃えたり、袴腰を当てたりしながら、突き上げるような目で平三郎の姿を眺め続けたが、やがて思い切ったように、さぞ、お美しい方でございましょうね、と言った。そして、自分でもなぜかわからずに、さっと赤くなった。三。多分、はしたないことを口にしたからであろう。 そう思いながら、八重は急いで表を伏せ、平三郎の足元へすり寄って、いつものように袴のひだを揃え、下へ軽くトントンと引いた。その時平三郎は、上から自分の前にかがんでいる八重の姿を見下ろしていたが、ふと自分の心に説明しようのない感動が湧き上がるのを覚え、結びかけていた羽織の紐をそのまま、 はてなんだろうというように天井を見た。若主人の動作が止まったまま動かなくなったので、八重は振りあおいで見た。そしてまた、霊の放心癖が出たと思ったのだろう。お墓までございますかと、そっと笑いながら言った。平三郎は曖昧にうなずいて、今から出て行った。 それから三日目の朝、やはり出資の支度をしている時のことだった。例の通り、八重が目の前にかがんで袴のひだを正し、とんと低く下へ引く。その柔らかい力を身に感じた時、平三郎は夢から覚めたように、あ、これはいけない、と呟いた。 八重は振りあおいだ。いかが遊ばしましたいけない、いけない。平三郎はなおそうつぶやいた。これは失策をした。どう遊ばしました何かうかずだった、八重。そう言って彼は上から八重を見下ろした。 お前がいたじゃないか。ここにお前がいたじゃないか。私がどうかいたしましたのでしょうか。この平三郎の妻さ。他からもらうことはなかった。平三郎の妻には八重が一番ふさわしい。どうしてそれがわからなかったか不思議だ。これも袴のうちだろうか。八重は総白になった。 唇まで白くし、わなわなと震えていた。平三郎は、その顔をびっくりしたような目で見続けながら、八重が五年という年月、最も自分の身近にいたこと。朝なゆうな着替えの世話や、持ち物の心配や、寝床の面倒や、その他のこまごました身の回りすべての厄介をかけてきたこと。 そしてそれはもう自分と切り離すことのできないほど密接なつながりを持っていることなどを思い巡らした。多少の困難はあるだろうが、と彼は八重を見守りながら言った。失策は取り戻さなければならない。今日帰ってから父上にお願いをしよう。お前もそのつもりでいてくれ。 いいか。そして静かに出て行った。平三郎は八重をめとることが容易であろうとは信じなかった。しかしまたそれほど困難だとも考えなかった。ただ問題は柴方の方へ一応承認の胸を通じてしまったことである。武家同士の間で一旦取り交わした約束を 後から保護にするということは簡単ではない。中に立った鹿島力も困るだろうし、何より父や母に迷惑をかけなければならぬ。彼にとってはこれが何より苦しかった。しかし、と平座不老は思った。しかしこれは自分にとって避けがたい運命だったのだ。 父上や母上に迷惑をかけるのは申し訳ないが、おそらく自分のこの気持ちをお怒りなさりはしないだろう。彼は彼なりにこれだけの思案をした。そしてその後、父と母の前で正直に、柴方との縁談を取り消してください、と言った。父は黙っていたが、母親の驚きは大きかった。 そして彼が、その代わりに八重を埋め取りたいと言ったとき、直女の顔色は青くなった。柴方殿へは私が参って事情を述べ、詫びもいたします。鹿島さんへも私から話します。父上にはお口はお聞かせ申しません。平三郎は珍しくハキハキと言った。 私が初めてのおねだりです。ご迷惑はよく承知しておりますが、どうか許していただきとうございます。長い沈黙が続いた。息子には父母の心がわかるし、両親には息子の気持ちが手に取るようだった。親子の間に関する限りは、いささかも思慮考慮すべきものはない。 しかし、それだけで済まぬものが多かった。いや、むしろ、あまりに多すぎるくらいだった。一応、これは困ったな。シンゴベイがやがてそう言った。しかし、なんとか穏やかに収めるように考えよう。鹿島や芝方は、お前が行くことはない。俺から話しするが、 八重を入れるということがな。私が悪かったのでございます。八重をつけましたことが。直女は震え声でそう言った。あれをつけさえいたしませんでしたら、こんなことにはなりませんでしたろうに。誰が悪いとか言うことはない。どちらかといえば、 みんなが善良だったからだ。八重も良い人間だし、平三郎の気持ちも濁りがなくていい。お前が八重をつけたのも我が子を信じたからだろう。誰も悪くはないのだ。ただ問題が柴方の方へ承諾を与えた後に起こったことと、八重が召使いだという点が不幸せなのだ。四。 しかし、それとても不可能なほど困難ではないだろう。けれど、シンゴベイの目には明らかに困惑の色があった。そしてヘイザブロお前、ヤエをめとるという気持ちに間違いはないだろうな。間違いはないと信じますが、ヤエの方はどうなのだ それは私から聞きましょう。直女がそう言った。あれにいなやはないでしょうけれど。でもそれは芝方様の方が住んでからでよろしいと存じますけれど。八重には私が聞きます。平三郎はきっぱりそう言った。今朝ちょっとそう申してありますし。 私から尋ねる方が良いと思いますから、そして父上、これはやっぱり何より先に確かめるべきことではないでしょうか。そう、万一ということがあるからな。平三郎は立って廊下へ出た。母親は呼び止めようとしたが、彼の態度があまりきっぱりしているので声が出なかった。彼は 八重に声をかけておいて自分の居間へ入った。八重はすぐに来た。しかし、障子の外に手をついたまま部屋の中へ入ろうとはしない。平三郎はその様子に不吉な予感を覚えた。今朝のことを今両親に話したところだ。父上も母上も許してくださるようだが、 お前は承知してくれるかどうか。お返事は、と八重は低い震え声で言った。ここで申し上げますのでしょうか。うん、今聞きたいと思う。八重は表を上げなかった。両手を敷居の上に置いて深く顔を伏せたまま、 しかし、かなりしっかりした口調で答えた。若旦那様のおぼし飯は身に余る妙がでございますけれど。本当にもったいないほどありがとうございますけれど。私、国の方に約束をしたものがございまして。そこまで言うと、八重の肩が見えるほど震えた。 私の勝手で、のびのびになっていたのですけれど、近いうちには、ぜひとも、お暇をいただかなければならないことになっているのでございます。それはいつごろからの約束なんだ。こちらへご方向に上がるとき、親たちの間で決まったのでございます。平三郎は、一種の胸苦しさを感じた。 二十五歳の今日までかつて知らない感情である。怒りでも不満でもなく、悲しいとか悔しいというのでもない。何か逃れ道のないところへ落ち込み、大きな力で胸を圧迫されるような感じだった。彼は下がっていいと言った。八重は消え入るような声で、 申し訳ございません。と言って静かに去っていった。それから母親が入ってくるまでのかなり長い時間。彼は身動きもせずに部屋の一隅を見つめていた。どう言いました入ってきた直女は我が子の様子を見ておよその事情を察した。 嫌だと言ったのですか。国の方に約束したものがあるそうです。私からもう一度聞いてみましょう。もしかして一人思案の口実かもしれませんから、あの子にはそういうところがあるのです。直女はすぐに立っていった。平三郎は、 やはり部屋の一隅をじっと見守っていた。あくる日、彼が母親から聞いたのは、八重のことはお諦めなさい、という言葉だった。平三郎はニコッと笑った。やむを得ません。彼は明るい目で母を見ながらこう言った。国からも急がれていたし、 こういういきさつがあっては奉公しにくいからと、八重はそう言って間もなく暇を取り、川越材にある自分の家へと帰っていった。新五兵衛も平三郎もそれきり八重のことは口にしなかったが、直女は可愛がっていたものだけに時々思い出しては憎かった。確かに直女は八重を愛していた。針の持ち方。 行儀作法は言うまでもないが、紙形から着付けの端まで自分で面倒を見た。読み書きも教えてみると筋が良いので、召使いには不似合いなところまで導いてあった。それほどにしてあったのに、ああした去り方をしたことが、事情は分かっていながら何か裏切られたような気持ちがしてならないのである。しかし、そう憎がりながら、 一方では、また結果のこうなったことを喜んでいる風もあった。なんと言っても、召使いを妻に入れては世間が済みませんからね。不幸が幸いになったようなものですよ。それなら、八重は褒めてやるがいい。それとこれとは別でございますわ。 お前の言うことは矛盾しているよ。父と母との問答を聞きながら、平三郎は呆然と自分の右手の小指を見守っていた。五。柴方の方は格別難しくはならずに済んだ。非常に惜しがられたし、事情によっては少し待ってもよいからと言われたくらいである。 両親には未練があったが、平三郎が承知しなかったので、結局は早くということに決まった。それからの日々、直女が八重に変わろうというのを、これを機会に自分でやりますから、と言って、彼は身の回りのことすべてを一人でやり出した。長い間、人任せにしていたし、性分というものがすぐ治るものでもないので、 気持ちの張っているうちはよかったが、少し経つと、また袴のようなことがしばしば起こった。そういうとき、彼の表に浮かぶ苦笑ほど寂しげなものはなかった。やえ、またやったよ。心の中でそうつぶやきながら、彼はよく手を止めてぼんやりどこかを見守る。お袴はいけませんですよ。 という八重の顔がふと目に浮かぶ。そこで彼はこうつぶやく。お前、心配じゃないのか。こうして日が過ぎ、月が去った。あくる年の秋に、鹿島力が別の縁談を持ってきた。平三郎は笑っているだけだった。それまで息子の様子を、 それとなく注意していたナ女は、その笑顔を見てたまらなくなったと見え。まだ忘れることができないのですかと尋ねた。彼は気厳そうに母を見合った。あれのことですよ。ナ女は言いにくそうに言った。八重のことをまだ考えておいでなんですか ああ、八重ですか。平三郎は素直に頷いた。あの時は困りました。約束のものがあるなんて考えもしませんでしたからね。直女には彼の心を締めているものが八重そのものであるか、それともあの時の不幸な条件であるか、はっきりとしなくなったが、 ともかく彼にはまだ結婚する意志のないことだけは分かった。それから後も縁談はしばしばあったが、まあもう少しという平三郎の気持ちを思いやって、いつもそのまま話を進めずに通していった。翌々年の秋の末、新五郎が突然病没した。 高熱が数日続いた後で、医者も死因の判断に迷ったほど急なことだった。平三郎が後を継ぐと、またひとしきり縁談が起こった。今度は、直に彼を捉えて説得するものもあったが、やはりどの話も具体的にまとまらず、父の一年でも済みましたら、という挨拶で皆引き下がるより他なかった。 こうしてさらに六年の月日が流れ去り、彼は三十三という年を迎えた。それまで我が子の言うことに黙って同意していた直女も、それ以上待つことに耐えられなくなったのだろう。もうそろそろ身を固めなくては、ということを改めて言い出した。そうですね。平三郎も素直に頷いた。 適当なものがあったらもらってもいいですね。本当にそう思っておくれですかええ、本当です。ただし私はもう見に行くのは嫌ですよ。彼は笑いながら言った。母上にお任せいたしますからお気に入ったものをもらってください。今度は変なことのないようにしたいですからね。 久方ぶりで、直女も明るくなった。こっちから探すとなると、さて良縁と思うものはなかなかなかった。平三郎の年が年だし、長いこと縁談を断り続けてきたので、頼むにも色々差し障りがあったから、それでもその年の秋、亡き新五兵の七年期間近になって、やや似合いと思える相手が二三見つかった。 一年期の法へでも済ませたら、はっきり決めることにしましょう。尚女はそう言って、楽しげに候補者をあれかこれかと選び悩んでいる様子だった。法要は川越にある菩提寺で行われた。平三郎は寺からすぐ江戸へ帰ったが、尚女は親族の家に三日滞在し、 秋深い武蔵野の祖国を見物した上、木戸に着いた。それは、薄らびの底冷えのする日だった。城下町を出て、すすきや雑木林の続く道をしばらく行ったとき、ふとそのあたりに駒使いの八重の成果のあったことを思い出した。どんな風に暮らしているかしら。 あの時憎がった気持ちはもう少しも残っていなかった。むしろ自分の可愛がってやった頃の彼女の面影が鮮やかに改装され、幸せにやっているかどうか。もう子供も二人や三人はあろう。そう思うと会って行きたいという気持ちを激しくそそられた。友の者にところを尋ねさせると、 少し回り道にはなるが遠くはなかった。それでにわかに道を戻って訪ねていった。家はすぐに分かった。そこは30軒ほどの部落の端にある北側にくぬぎ林を巡らせた南向きの枯れて明るい桑畑を前にした日当たりの良い構えだった。出迎えたのは 死後たび江戸の家へ来たことのある八重の兄にあたる五八という男だった。彼は妹の九首と知ると非常に慌てもし喜んでぜひ上がって休息していってくれるようにと懇願した。しかし直女は帰りを急ぐこと、八重に会いたくて立ち寄ったことなどを告げ、嫁いだ先はこの近くかどうかと聞いた。 五八は帰って不審そうに、い,いえ、八重はまだうちにおります、と言った。お屋敷から下がりました当時、随分縁談もあったのですが、どうしても嫁ぐと申しませんで、とうとう行きそびれてしまいました。でもあの時、約束した人があると聞きましたがね、あれは破談にでもなったのですか 約束したもの五八は、僕とつそうな目で、ナオジョを見上げた。い,いえ、私はそんなことは存じませんです。この土地では、そんなことはございませんでしたが。だって、八重が暇を取るとき。そう言いかけて、ナオジョの顔に、激しい動揺の色が現れた。そして、改めて五八を見た。 八重は今、どこにいますかはい、隠居所におります。五八はいくらか自慢げにそう言った。あれから間もなく、村の娘たちに読み書きや縫い物などを教えるようになりまして、まあ、申してみれば、寺子屋の真似事のようなものを好きでやっております。これもお屋敷でご奉公したおかげでございますが、 今いるのですね。なおじょはご蜂の情絶を遮っていった。その隠居所というのはどちらから行ったらいいのですか私がご案内をいたしましょう。いいえ、一人で行きましょう。どこですかその横右へおいでになるとすぐこの西側でございますが。なおじょはもう歩き出していた。 うちの前を西へ回り、桑畑のあぜを横へ抜けると、若杉の袖垣の向こうにその一棟があった。なおじょは縁先へ歩み寄った。まだ朝のことで稽古に来ているものもなく、八重が一人部屋の一隅で炉の火を焚いていた。八年という月日がなんと彼女を変わらせたことだろう。 どちらかというと、丸くこえていた体つきが、すんなりと伸びやかに引き締まり、目鼻立ちにも見違えるほどの品がついた。確かに、そしておそらくは人にものを教えるという生活の影響であろう。あの頃にはなかった静かな落ち着いた品がついていた。まあ、八重は縁先に近づいた、 人の気配にふと目をあげ、それがジ女だと知ると喜びの声をあげた。まあ、奥様。そして、縁先へ走り出てきたが、ジョの強く見つめる僧帽に気づくと、打たれでもしたように、はっと息を引き、額のあたりを青くした。尚女は何も言わずに、しばらくその様子を見守っていた。 それから、八重が崩れるようにそこへ座り、両手をついて深くうなだれると、まるで引きつけられるように縁の上へ上がった。そして、八重の膝へ突きかけるほども近々と座りながら、八重と呼びかけた。お前、なぜ、あの時どうして約束したものがあるなどとお言いだった。 聞かせておくれ。お前は、平三郎が嫌いだったのもったいない。八重は激しく頭を振った。もったいないことをおっしゃいます。では、なぜあんな偽りを言ったの平三郎は縁談を断ってまで、お前を望んだではないの私たちが承知することもわかっていたはずではないの あの子はまだ一人身でいるのですよ。申し訳がございません、奥様。八重はひたと両手で表を覆った。お許しくださいまし。直女はじっと八重のすすりなく様を見ていた。喉へ咳上げるおえつの声も、震えおののく肩も、 言葉以上のものを痛いほどあからさまに漂白していた。女でなければ理解し難い心の秘密。女から女だけに通ずる微妙な心理。それが直女と八重と直に結びつけるようだった。若旦那様の心も、と八重は結び上げながら言った。旦那様。 奥様のおぼし飯も、私には身に余るほど嬉しゅうございました。あのお言葉だけでも、女と生まれてきた甲斐があると存じました。お受け申すことができたら、そう考えますと、あんまり幸せで、本当とは思えなかったくらいでございました。でも、お受け申してはならぬと気づきました。 お受け申しては、ご恩をあだで返すことになると存じました。もし行く末、若旦那様の女に傷のつくようなことでもございましたら、死んでもお詫びはかなわぬと存じまして。では、お前も、平三郎は嫌いではなかったのね。少しは空いておいてだったのね。 奥様。八重は耐えかねたように声を上げて泣き伏した。直女は手を伸ばして八重の肩を押さえた。八重、お前さぞ苦しかったろうね。そして自分も片手で表を覆った。その年の霜月の中旬に平三郎は妻をめとった。 同伴の田辺十三門の三女で名は八重と言った。彼は母親からそう告げられた時も、修言をしてからも格別何も気づかなかったようだ。そして二十日ほど経ったある朝のこと、出資の支度をしていた時、脱ぎ捨てた衣服を畳たたんでいる妻の手元を見て、何かひどくびっくりしたように目を見張った。 忙しげに動いている妻の右の小指が内側へ少し曲がっているのである。彼は目の覚めたような気持ちで妻の姿を眺めわした。それからもう一度右手の小指を見たが、やがて静かに今を出て母親の部屋へ入っていった。直女は彼のために出資前の茶を立てていた。 彼はそこへ行って、いつもの席へ座り、母上、大きな袴でしたよ、と言った。そして直女が、いぶかしげに目をあげると、あの柔和な明るい笑い方で、にこっと笑いながら言った。八重は、あの八重だったのですね。